皆さん、おはようございます。めいめいこと浅めめい、23歳です。今日は私の一日お届けします。美容とか何気をつけてんのみたいなのを紹介しながら一日の様子を過ごしていけたらなと思います。今目覚ましでさ、目覚めたんだけど、今日って何する日だっけってめっちゃ考えちゃった。思い出せなすぎて。そういう時ない？起きてからさ、あれ今日って何の日？どういう予定だったっけ？って思って。今日は普通に撮影でした。 YouTube の撮影もあるんですけど、別のお仕事もあるので、とりあえずメイクだけして家を出ようと思います。やばい、マジ眠い。眠すぎる。でもね、昨日結構ね、寝るの早かったから結構寝たんだよ。てかマジめい強いからやることなくて暇。私結構自分の仕事が手元に残ってるのが嫌だから、どんどん先に終わらせたいタイプで、別に今やんなくてもいいんだけど、やっちゃうの。だから終わっちゃって仕事がない手元に。暇？だから寝た。昨日は早く早く。あとね、ディズニープラスようやく入りました。なぜかっていうと、まあ、ディズニー映画、インサイドヘッド2を見て、ディズニー映画やっぱ見たいなって思ったのなんだけど、ガンニバルをずっと見たいって思ってたんだけど、やっぱそういう系のやつ見出すと絶対一気見しちゃう自信があったから、時間がある時にしようって思って、でようやくさ手空いてて時間あったから、ガンニバル見ました。1から7話まで。なんか友達誘って、ガンニバル見たくねって言って、ね、ガンニバル何それって言われたけど、一緒に見ようって言って、1から7話までマジ一気見。面白かった。本当に面白い。笑わせるな。でもせっかく入ったからディズニー映画見ようって思ってます。それでは顔洗ってきます。バイバイ。はい、ということで皆さんおはようございます。エアです。今日は一日を見せます。イエーイ。ということで今日はですね、なんかインタビューとか、あとは YouTube の撮影だったりとかがあるんですよ。まあまあ長い一日になりそうなので、皆さんにそこをお見せできたらなと思います。そして私は寝坊しました。ということで、私はまず最近酵素と、あとビタミンと青汁を飲んでるんですけど、こちらをこのパック中にいつも飲んじゃってるんで、これを飲んでいきたいと思います。酵素から。ビタミン、まずすぎて目覚める。これ私結構弱いんで、あさみと違ってエア弱いんで、こういうものに頼っていこうみたいな感じです。野菜とかさ、ちゃんと取れないじゃん。だからこう青汁だったりとか酵素とかを取り入れてます。して見てください、皆さん。このポーチかいでしょ。これはママがくれました。なんでこれに私はまあいろいろ入れてます。キャベジンも入れてるし、ロキソニンも入れてる。これはウランがくれた。このポーチを地方のお仕事にも持っていけるように、今まではジップロックに入れてたんですけど、こっちの方がいいね。ママありがとう。ということで、まあ時間やべえんで、まあ、いつもなんですけど、パックを外してメイクの方していきたいと思います。さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。ただいまの時刻は9時半です。よし、メイクしていくか。にえにょって言うんです。せーの言えなくて。ではメイクしていきたいと思います。はい、今普通にヘアメしてもらったんですけど、私はうっかり者なので、今日制服を着るのにリボンを忘れました。なので原宿にあるお店でリボンを調達してきました。2個買ったのでエリンギツアーでもつけようかなと思います。今回は赤というかピンク系の2個買ったんですけど、でも事務所には戻るが、今日、まあ、ちょっと長いから差し入れにほうたまみたいな美味しいおにぎりみたいなの売ってるお店があるから、それをみんなに買っていこうと思います。差し入れ、やばっつ。
今日のさスカート GU なんだけどさ、あんまりこういうスカート慣れてなくて歩幅めっちゃちっちゃい。ウケる。ポーク卵おにぎりこれ買ってきます。はい、メイクナウ。フェイスメイクが終わったのでメイクします。今これワゴンみたいのに、3段のワゴンの一番上の段に鏡とかよく使うものを置いてメイクしてるんですけど、このワゴンがやばい、散らかりすぎて。コスメの収納は別であって、プラス入りきってないのもあって、マジでもう大変なことになってる。趣味なのかな、なんかもう本当にコスメを集めることが生きがいというか、そんな感じでなんか毎日増えてる気がするので、私は割とその毎日メイクっていうものが特になくて、毎日変えたいの、その日の気分とか服に合わせたりとか毎日変えたいし、いろんなものを使ってみたいから、そのこれ使わないじゃんっていうのがなくて、今日は使わないけど明日使うかもしんないじゃん、こういう服装した時に使うかもしんないじゃんっていうので、なんか割とね、化粧品以外だったらどん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 いらないものは処分できるんだけど、化粧品となると多分使用期限が過ぎるまでは絶対に捨てない。まあ、割とマスカラとかはね、一回開けちゃうと液が固まってきたりとか、そういうので処分することはあるけど、基本的にはね捨てないの。今8月のこの期間は私が家にいないことが多すぎるので、ツアーで家を空けることが多いので、マロを実家に預けてて、でこの前マロとバセに会いに1日だけ実家帰って、マジ可愛かった。あの二人って結構性格が正反対だから、もうマロはメイが帰ってくるとめっちゃ大喜びして、嬉しょんして、あ、ずっと暴れ回ってんの、ずっと隣にいるのね。お風呂入ってる間もずっと前で待ってるし、メイがキッチンにいたらキッチンで寝転んだりとか。でもバセは喜んではいるんだけど、そんなに感情を表に出してこないから遠くから見守ってる。でマロがいるとマロに圧倒されてこっちに来れなくて、じーっと見てる。マジで可愛い。9月になったらマロを迎えに行くって感じかな。てかインサイドヘッド、私映画見たんですけど、インサイドヘッド2ね、なんか DM でメイちゃんインサイドヘッドのダリーに似てますねって、めっちゃ来て、ダリーってなんだよと思って調べたの。その前映画見てなかったから知らなくて、めっちゃ似てた、マジメイ。てか去年さやったんだよ、インサイドヘッドハロウィンで、マジクオリティ高くて4人でやったんだけど、メイ以外のやつを載せれないのが残念ですが、マジでクオリティ高かった。私はビビリをやりました。今年は何やろうかな、なんかできればいつもね地元の幼なじみと4人でハロウィンの仮装やってるんだけど、だいたいこの時期ぐらいから決めてて、できれば人間じゃないやつがいいの。なんか人間もまあいいんだけど、今まで一回も人間をやってないのね、うちら仮装で。だからさ、人間じゃないやつっていうのを貫きたい。でなるべく流行りに乗りたくない尖ってこう、いつも思うけどさ、その仮装とかをさ、別にどこに行くでもなく、いつもメインの実家でやってんのね、みんなで集合して。別に地元に住んじゃないのみんな、なのにわざわざメインの実家に集まって、で家の中だけでやるって、どこも行かずに竹物まず真剣に。今日はその写真の撮影もあるので、写真の撮影がある日は私は基本的にアイライナーは A メイクのマットリキッドアイライナー、ソフトブラックの方を使います。やっぱ写真撮るときは目元はっきりさせたいじゃんってことで、こちらキーボリッププランパー。てかさ、なんか顔むくんでんだけどさ、今日唇もむくんでる、マジなんで。別に昨日そんなに夜ご飯がっつり食べてないんだけど、普通に寝すぎ。唇がピリピリしてきた。アイラインが描け終わったので次チーク。この最近買ったというか昨日届いたこのシャネルのレ・ベージュ・オード・ブラッシュ・ライト・ピンクっていうチークなんですけど、これが昨日初めて使ってみたら感動して、こうやって出すじゃん、ちょっと出して、なんかつぶつぶみたいなの入ってるのね、これをここでこうやってこういう風に混ぜると可愛くない、これこの色味。軽くつける。なんかチークは使わない派だったんですけど、メイク始めてまあ
2、3年ぐらいはマジで使わない派だったんだけど、最近はいろんなチークを集めるのハマってる。うんうん、かわいいね、いい感じ。てか顔むくみすぎじゃない？シピシピのブリンブリンハイライター。先日私テトラさんのライブに行きまして、日本武道館。いやめちゃくちゃ良かった。音楽で泣くことってあんまりなかったんだけど、なんか最近絶対泣いてるかも。音楽で泣いたり、なんか MC で泣いたりといろいろしてますよ私は。テトラさんのライブ武道館は、なんか武道館のライブは何回か行ったことあるけど、初めてぐらいに1階の席でめっちゃなんか近くてびっくりした。なんかすっごいさ、ライブに行くと過去の恋愛とか昔好きだった人とかを思い出しちゃう。まずあれはテトラさんのずるい人っていう曲があるんですけど、それもマジ泣いた。なんか武道館ってめっちゃあの人数すごい入るじゃないですか。なんかそれだけの人がその私と同じようにテトラさんの曲に救われたんだって思うと、なんかすごい不思議な気持ちっていうか形容しがたい気持ちになりました。やっぱ音楽っていいね。ライブ行くたびに思う。やばい、時間大丈夫？ちょっとやばいんじゃない？まあでも今日はヘアセットはしていただけるので、メイクだけでいいの。あと前髪だけやってくる。 A メイク、リップナパージュの新色、じゃあクラシックチェリーでいきたいと思います。秋冬のカラーなんで全体的にちょっと深めの色が4色出てます。ぜひチェックしてください。私のインスタ、または A メイクのインスタで。こんな感じ。やばい、マジ顔むくみすぎ。ということで、ちょっと前髪だけセットしてきます。行ってきます。はい、ということでメイクの方していきたいと思います。まず、えやちゃん朝何食べてんのみたいなとこだと思うんですね。別に思ってないか。私は、まあ、まだそのエリンギのねツアーが終わってないんで、体型を維持。私はそうじゃないとすぐ暴飲暴食をしてしまうんですね。なんで体型管理の月なんですよ。ただすごく最悪なことに、まあいろんな動画で言ってるんですけど、夏バテになったんですよ。でそっからあんま食欲が湧かなくて、でも最近ちょっと戻るようになってきたの。食べれるようになってきたから食べてるんですけど、やっぱね気抜くとね本当に体型がねすぐ出ちゃうんで、食べたものとかが体験出ちゃうんで、なんかニキビできてる。勘弁してよ。言うてあと4日3日後に生理が来るんですよ。そこに気をつけながら、生理前はいつもなぜか知らないんですけどポテチとかそういう系が食べたくなる。いつもは食べますけど、ちょっと今月は気をつけないといけないっていう感じですかね。朝ごはんはアイスコーヒーを飲んでます。ダイエットしてなくても朝はコーヒー、朝がっつりっていうよりかはお昼とかにがっつり私は食べる派です。でダイエットの時は夜をヘルシーにしたりとか、納豆キムチ食べたりとかをしてます。そうじゃない時は全然好きなものラーメンだったりとかを食べる。まあね、美女のいい状態で皆さんにお会いしたいので、目標があるとさやっぱ頑張れるじゃん。今はそれです。お昼はどうしようかなみたいな。基本ね好きなものを食べてるよ。今日はなんか何食べたいかな。今日の夜はなんかまあフルーツとか。今から事務所に行くんですよ。事務所でインタビューとか受けてからハーフで発電なんで、結構ね時間もねカツカツなんですよ。なんで多分もしかしたらお昼は、お昼じゃないかもう夕方に多分なってると思うんですけど、ハウスでなんか食べるかなっていう感じです。だから別に今食べる気分にもなれないし、去年とかここまで全然夏バテひどくなかったのにさ、やばいよ今年本当に本当にひどい。みんなも気をつけて、急にやるからね。びっくりだよこっちも。そうだあれやんないと。最近私が毎日のようにやってるやつがあるんですけど、動画でやろうと思ってね、今日やってないからやろう。全然簡単なやつなんですけど、なんかテレビかなんかで見たのか X かなんかで回ってきたのかで、私本当に巻き型ひどければ猫背もひどいんですよ。もう気をつけてないとなんかこうなってみたいな。浅見によく、いや姿勢悪いって言われるんですけど、本当にそれくらいひどいんですよ巻き型だしさ。話変わるんだけどさ、このスポンジマジいいね。だからなんかの用はメイがくれた気がする。今まで使い捨てのスポンジ使ってたんですけど、それがなくなってこれ出してさ使ってみたらさめっちゃいいの。あんま厚塗り感出すぎなくていい。じゃあ今からやっていきます。
あ、これよく私はパックしてる時でやっちゃうんですけど、手を後ろに組んでこうしたらこうやって回すだけ。これを30回、こっち30回反対30回をパックしながらいつも胸を張ってこうやって回してる。これするとなんかあの姿勢改善にもなるって書いてあったので、まあ、なんかできる時にちょっとやろうって思って、がっつりじゃなくて、なんでこれをやるようにしてます。私はなんか例えばイベントをさ、もうちょっとでステージ出ますよって時とかこうやって肩回しとく。姿勢って大事じゃないですか。顔もさ前にこうやって出てるの、横から見ると。これはねできる時にやってます。あとは後ろで手を合わせてこの状態キープとかはやってる。めっちゃ痛いの、本当に痛いね。だからマジで姿勢悪いんだなと思うんだけど、これも頑張ってやるようにして。痛いのやってみ、みんなも今これをねやってるよって。この間ねマッサージに行ったんですよ私。したらさ、そこのマッサージでもさ肩甲骨が埋もれてるっていうことを言われて、針に行かないとって思って。あれ地味に痛いんですけど、埋もれてると背中にお肉がつきやすい。はい、ということでメイクの方をパパッと終わらせていきたいと思います。はい、前髪が終わりました。いつもこういう撮影の時は前髪だけ自分でセットして、今スプレーもしてちょっと束感、毛先だけ軽くねやってっていう状態で、そっから向かってます。でこっちはなんか普通にあの寝癖状態なんですけど、まあここはね多めに見てください。このまま向かいます。しかもなんかちょっといい感じじゃない？ちょっとなんか巻いてない？なんか何もしてないんだけど、ちょっといい感じ。それでは今から事務所、今日集合なんで事務所に向かいます。それでは行ってきます。バイバイ。はい、ただいま帰ってまいりました。メイさんがいました。かわいい。どういう時教えて教えて。なんか逆に、むくみを気にした方がむくむ。あ、むくむ説、うん、あじゃあむくんでんだ今日めっちゃむくんで。気にして夜軽くした方がむくむ説。なんかちょっと目が重たそう。マジ愛してない。ってことでよかったらポータマおにぎり。 ありがとう。みんなで食べます。ありがとう。私はラーメン食べます。すごい長崎前チートデイ。待って、箸なくないよ。水口さん、緊急事態です。緊急事態すぎます。ラーメンなのに箸がないです。それじゃ食えねえだろ。隣に空手あちゃんがいます。今日は一風堂で頼みました。あ、救世主、箸がないと食えないだろ。いや、ずっと昨日からラーメン食べたくて、でも昨日の夜食べたらやばいと思ったからめっちゃ我慢したの。偉くない？偉い。じゃあいただきます。うん、うまっ。今日福寿街坊の女なの。あ、そうだよ。みんな絶対インタビュー前にラーメン食べちゃダメだよ。今日インタビュー3件あるんですけど、多分メイは多分2件目ぐらいからスッキリしてくる。うち多分2件目ぐらいからむくんでくる。逆にディズニープラス入って。お、じゃあうちに来ないってこと。うちに来てインサイドヘッド見るって言ったよ。インサイドヘッドのダリーに似てるって言うの来た。うん、インサイドヘッドと脳内メーカーがなんかコラボして今やってるんだけど、メイ 100% 心配だったよ。ウランちゃんかと思ったって。うち 100% ダリー。え、逆じゃない。はい、こんにちは。今からこのリールの編集をします。かっけー。キャップカットで編集します。キャップカットで。外カメで撮ってるでしょ。うん、外カメ大事。なんかさ、内カメも外カメの画質にしてくれればいい。え、そうだよね。ね、眠い。え、もう終わったんですか。うん、終わった。今からやる。はい、ということで皆さんすみません、このような画角で。ということで、なんでこんな急いでんのって感じですよね。はい、ということで私はじゃあエレベーターを使わずに階段で登ります。まず家をね、あと30分余裕あると思ったんですよ。40分余裕あると思ったんですよ。そしたらちょっと早く行かなきゃなかったらしくて、あの私のね、その福寿街坊の方の撮影、そのリールの方の撮影があって、早めに行かないといけなかったのに私は勘違いして、まあ結局前になったんですけど、急いで家を出たよみたいな。
だから髪もセットしてない。まあ、今日はあのヘアセットしてくれるメイクさんがいるんですけど、ちょっと余裕を持ってね、洗面所掃除とかやってから行きたかったんですけど。あ、おはようございます。あ、鈴木さん、おはよう。ってな感じで私は急いで来ました。おはようございます。私は今からお出かけしてきます。マジで飛び起きた。え、副従外房かわいい。そういう着方もあるんですね。かわいいですか。うん、今から副従外房の上の方の撮影をするので、すぐ着替えます。では私は一旦着替えます。頑張ります。はい、ということで撮ってる風景を少しでも皆さんにお見せできたらなと思います。水口カメラマン、私あの足長く取ってくださいとお願いしたら、なんか見てください皆さん、足長すぎて逆にキモいみたいな。いやいや、それ見てくださいよ。まずウランがなんか試しにこうこんな感じですよって撮ってくれた写真が、まあこんな感じですね。はいはい、まあ自然ですよね、水口バージョン。キモいぐらい長いこれ。でもいいです。はい、OK です、OK です。はい、着替えます、着替えます、着替えます。皆さんまだ終わってなかったんで。ハレンチすぎる、ハレンチすぎる。うん、これ見た。うん、マグネコから送られてきた、うん、あ、見た見た見た、それやりたいと思った。見て、キャンディネリキャンで、うちら作ったらしい。でさ、ワンコたちの特徴を捉えてるの、え、すごいよね。バセとマロとか全然違うじゃん。思わずスクショしてママに送った。すごくない？すげえ、うちこれやりたいと思って探そうと思って。やばい、うちら幼稚園児以下の作品できちゃう。うん。え？なーに？なーに？こうやってずっと笑ってんのに。ねえ、無理回すなよ。今日はインタビュー受けて撮影してハウス戻って撮影します。忙しい、食べる暇ないね。じゃあ私は着替えていこうと思います。食べていいよ。あ、メイが、うん、ありがとう。メイからの写真、メイさすがだね。こういうの欲しい。メイが買ってきた。これから取られてない。食べてね。ありがとう。大城さん最近美容にハマってるらしい。え、なんで？うちらの動画見て、うん、ルルンの紫パック買って、え、なんか全部使ってみたって。え、聞いた。聞いた。聞いた。やめた。ね、やっぱさ、大城さんさ、うん、なんか彼女できた説。え、だからあると思う。え、だよね、うん、だって香水つけてんだよ、大城さん。あれは黒だ。どういう人なんだろう。ね、気になる。え、よっぽどさ、その人もさ、仕事に没頭してる人とかじゃないとさ、続かないよ。じゃあ、撮影してきます。あ、インタビューしてきます。バイバイ。はい、ということで、なんかこちら、あさみさんが、あの、こちらウランが差し入れしてくれたので、こちら1個いただきたいと思います。え、何食べようかな。いただきます。うん、うまっ。うまいだろ、うん、食ってくれよ。食ってるよ。よかった、エアちゃんが食べてくれて。うんうん。え、てかさ、聞いて、おととい立てないぐらい低血圧になっちゃって、ゲロ吐いた。焦ってどうしようと思って、とりあえずコーラ、うん、あったからコーラを飲んだの、うん、で落ち着いてちょっと寝っけると思ってまた立ち上がったの、うん、そしたらもう無理で外で蹴った。外で蹴らないで。はい、食べました。行ってこよう。ごちそうさまでした。それではインタビューに行ってきます。プリーズチャンネル登録。はい、今私は虎ノ門ヒルズにいます。エイチローのおたかつをしてきました。パパはパフューム好きだから、パフュームのあれ何展示会があって、それに行くの諦めてたんだって。だから行かしてやった。はいはい。なんかいろいろ体験できたり、大きいパフュームがいっぱいいたりで、その演出を楽しんでるポコがめちゃくちゃ可愛すぎた。パフュームに加入してたよね。ねえポコ、新生パフュームだよね。ね、今から夜ご飯を食べに行くんだけど、歩ってます。食べるから歩きます。どうでした、パフュームの展示会？どうでした？素敵でしたね。ダンスとか習ってみますか？せーの、アンパンマンって言って、せーの、ディッディディー、シャブシャブナウ。はい、じゃじゃん。ここ見て、うーん、見て
やばうまい。しゃぶしゃぶうますぎ。ここもマロニーちゃん食べてます。もうさ、しゃぶしゃぶってさ、ほぼ鍋めちゃくちゃお肉食べ放題なんで、食べてかないといけません。うん。ただいま帰宅しました。こんにちは、こんばんは。今ですね、私は今日撮った動画の素材をパソコンに移しています。その間にちょっと私、リールの方の動画素材を撮っていきたいと思います。この手の動画を撮ろうと思って、今日撮りたいのは A メイクのリップナパージュの新色が4色出るんですけど、その紹介動画ってことで、こちらのこの4色をね、こう準備しまして、手にこう塗って色味が伝わる動画を撮ろうと思ってます。地味にこの部屋寒くてさ、鳥肌立ってんだけど、ちょっとキモい。あんまこういうさ、塗る動画とかやったことないから、ちゃんとできるかしら。こういう感じ、バニラベリー。今回は赤っぽい冬っぽい4色が出ます。なんかリップあんまりさ、色の違いがわからないじゃんって思うじゃん、メイクしてて。全然違うのよ、これが。またリップ買ったのってさ、学生の頃めっちゃ言われてたけど、ママに。でもね、一個一個違うんですよ。なので私はこれからもリップに限らずコスメを収集し続けます。じゃじゃん、こんな感じ。これで、あ、いいね。なんかこんな感じでフラッシュ焚いてみたり、手を動かしてみたりして、いろんなパターンを取っております。でもフラッシュの方がこんな感じ伝わりやすいよね。可愛くない？いやー、可愛いね。これは最高傑作じゃない、マジ。そして編集をするっていう感じです。だいたい私はさっき事務所でやってた動画編集はキャップカットで編集してて、あと写真の編集だったら基本的に iPhone の写真モードか、インスタのストーリーで文字入れたりとか、切り抜いてこの状態にこういう写真の素材を貼り付けて編集したりとかしてます。でよく最近 DM、 ストーリーに載せる画像で文字書いてるやつ、手書きの文字を書いてるやつを載せるんですよ。マロの画像とかで載せることが多いんだけど、あれ何使ってますかって聞かれるんだけど、あれはね、 iPhone のカメラモードで編集ってやつで、ペンのマークがあって、そこのね、クレヨンみたいな質感の落書きがあるんですよ。それで書いてます。質感が結構好きで、まあなんか見えにくいけど、この今線これ書いたやつとか、こういう感じで書いて文字入れするっていう。あんまりこういうのを書く才能は特にないんですけど、なんかゆるい編集したい時とか、マロの画像に適当に落書きしたい時とかはこれでよくやってます。こういう感じ、今ちょっとちゃちゃっと書いてみたんですけど、こういう感じで書いたりもします。このパッケージも動画撮りたいから撮っておいたんです、これを。オッケー。ねえ。はい。ということで、私のやりたかった作業も終わったということで、シャワーに入りたいと思います。今日は髪もね、しっかり固まっていますので、ちゃちゃっと入りますよ。今日は早く寝るぞ、と誓ってます。それでは、私は今からシャワーに入っていきたいと思います。行ってきます。で、私はすみませんね、このようなアングルで申し訳ないんですけれども、すごく今リラックスしています。ここにお水があるんですけど、これを全部飲みきってから出てる。これをちま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 飲んで、汗をバーって出して、で飲んでバーって出してっていうのを繰り返してからお風呂を出てます。で、夏でも基本私は湯船に使ってます。湯船は気持ちいいですよね。で、さらにむくみを取りたいなって時はこんな感じで、まあ見えるわけないですよね、発汗作用のあるやつを入れて汗をかきまくってます。やっぱり夏ってクーラーとかで冷えるでしょ。だからこういう湯船に浸かるとわかる、なんかめっちゃ体の芯が冷え切ってるなっていうのがすごいわかるから、汗がね、かきにくいの、芯が冷えてるから。だから汗がかくまでちょっと時間かかるんですけど、その間私はいつも携帯をフォルバに持ち込んで、なんかまあドラマ見たり映画見たり、あとインスタ、みんながメンションしてくれたやつを見に行ったりとかをしてます。ちょっと飲みます。で、スーパーで私は梨を
買ってきましたので、なんかお風呂から上がったらそれ食べたいなって思います。そうだ生理前だからだ。なんか全然集中できなくて、とんでもない睡魔に襲われて生理前だからだ。なんなんだろうね、なんであんなさ死ぬほど昼間眠いんだよね、生理前って。やばくない？で、夜の眠りは浅いじゃん。結構私は生理前の方が嫌いです。生理中より中も中で痛くてしんどいけど、まあ薬飲めばって感じ。でもさ、生理前ってさ、薬を飲んだところで何も変わらないじゃないですか、メンタル的な方も。しんどくねって言います。お腹すいたな、ラーメンが食べたいな。夏バテ皆さんなってないですか？気をつけてますか？でもあれってさ、気をつけられなくない？どうやって気をつけるの？ちゃんとご飯食べてたし、バランスのいい食事もとってたし、早めに寝てたし、無理じゃない？多分あれでしょ、家の中のさ涼しいのと外出た時の暑いの寒暖差でやられてるってこと。それってさ無理じゃない？本当にみんなちゃんと水分取ってください。はい、帰ってきました。これは YouTube からいただいたおチョコです。 YouTube さんありがとうございます。乾杯。バイバイダーリーダーリー、キュウリのことダーリーっていう。キュウリダーリー、ありがとう。どいてどいてどいてだって。見て、あ、結婚。結婚すんの？撮ってる間だけね、編集すんの大変なのね、あの個人画角こっちで撮ってる時とか、あらダメだったよってずっと言って、うちと被ってるからそれ入ってくるちゃんと。これはミッキー。あ、そうドドドドドド。飲んでみる？タミフ、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 久々じゃない？とっちゃん、トトはい、シャワーから上がりました。いつもだったら何よりも前にスキンケアをして服着るのは最後なんですけど、今日は服を着ました。まずこちらコスメデコルテリポソームアドバンストリペアセラムの美容液を塗る。私はシャワーでいつも済ませちゃうんですけど、本当はシャワーじゃなくて湯船に使った方がいいだろうということは分かってるんですけど、まず私が、あ、続いてこちら資生堂オイデルミンエッセンスローション。まず私が毎日シャワーな理由は一つ、のぼせやすい。本当にのぼせやすくて、サウナとかもちょっと本当に得意じゃなくて、だから湯船も好きじゃない、のぼせちゃうから。あともう一つの理由としては、お風呂に入ることをリラックスの場として見てなくて、体と髪と顔を洗うためだけの洗浄場所と思っています、はい、なのでなるべく短い時間で終わらせたいという理由から毎日シャワー生活。続いて、はい、こちらトリデンダイブインフェイスマスク。私旅行とか行ってもよっぽど客室露天とかその部屋にお風呂がついてるやつだったら、まあ、気が向いたら入るけど、じゃなければ絶対大浴場とか行かないし、温泉とかも別に興味ないっていうか入らない。まあでも入れる方は入って体を温めた方がいいと思います。続いてこちらニベアロイヤルブルーボディクリーム。これは普通にボディクリームはお風呂の中で塗ってるんですけど、ジョンソンの黄色いやつ。これは特に乾燥するところ、私は足の裏と肘膝に塗ってます。ボディクリームはね、お風呂場の中で全身に塗るの一つと、あとこのデコルテとか腕上半身に塗ってるのが一つと、あと特に乾燥する膝肘かかとに塗ってるものが一つです。で、大体私はこのパックをしてる間にこういう100均で売ってるまつげコームでまつげを溶かす。ヘアオイルとかも特にこれっていうのはなくて、マジで気分なんですけど、今日はこのヘアオイル&ハニーピクシーモイストシルキーヘアオイル 3.0、 これを塗ると。これエクステだからさ、意味あんのかなって思えてきちゃうんだけど、あんのか。私がエクステをつける時って大体2週間ぐらいで外すんですよ。だからさ、地毛
じゃないし2週間しかさつけてないやつだけどケアしてます。そしたらクリーム、これも日によって違うんですけど、今日はこれキールズクリーム UFC。 あんまりめちゃくちゃ強いこだわりがなくて、スキンケアにそんなに敏感肌っていうわけでもないから、まあ大抵のものは別に荒れないし、目強いんで荒れないんで、ほんと気分で使い分けてます。だからパックとかも別にこれっていうのはない。あとまあなんか紫外線めっちゃ浴びちゃったなって日はそれに特化してるやつを選んだりみたいなぐらいです。はい、目強いんで。スキンケアは以上です。ということで髪を乾かします。なんかさ、映画とかさドラマとかさ、私1話ずつ見るっていうのができなくて、もう1回見始めたら全部最後まで見ちゃう、一気見しちゃうタイプなのね。だからさ、今やってるドラマだったりとかもう見れないの、せっかちだから無理なんですよ。なんで全部出てから見たい派なんですけど、だからこういうのもさ今めちゃめちゃ見たいんだけど見たら止まんないわけ。ってことは明日寝不足になっちゃうでしょっていう、寝不足になったら生理が遅れちゃうんじゃない。だからこういうのは絶対に夜見るものではない。うわ、汗かいてきたかも。これ見て、半身浴すると眠りに入るのが早い気がする。なんかシャワーだけの時とかさ、多分体が冷え切ってるっていうので血のね巡りも良くないと思うんだけど、こうやってちゃんと体を温めてから寝るとなんか秒で落ちるって爆睡朝まで。だから皆さん、夏だから暑いからちょっとって思うかもしれないですけど、なるべく入ることをおすすめします。暑い、暑いよもう。ということで今から水シャワー浴びて水飲んでまた入ってのをあと2セット3セットくらい繰り返して、汗をぶわっと出してシュッとした顔でお風呂上がりたいと思います。じゃあみんなまた後ほど、バイバーイ。はい、お風呂にやってきました。ビビバボアイス大好き、パルムいただきます。明後日もう長崎やばい、半分終わっちゃう。今日は朝からだったからさ結構眠い。待って、もう日付超えてた。今日はラーメンも食べれたし、しゃぶしゃぶも食べれたし、満足満足な一日でした。マスカラリムーバー塗っとこ。本当にこの夏は朝日くんとママにお家のことお願いしてるから、こんなのんびりねお風呂入らせてもらえることができています。ありがとう。その代わりイベントを全力で楽しんでみんなと戯れる時間をいただいてるから、全力で楽しまないといけない。任せて。それは実はこれ目に入るんだよね、いつも難しい塗るの。お腹いっぱいすぎる。今日はいっぱい食べた。長崎でもいっぱい食べよう。コーギーも食べちゃおう。コーギーカフェ行くから、コーギーも食べちゃおう。はい、というわけで本日は私たちの一日の様子をご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。私たちはそれぞれがそれぞれを生きているので多種多様ということでね、やらさせていただいております。ありがとうございます。いろんな一日が見れて楽しかったんではないでしょうか。もう本当にうちらは毎日が本当に違うので、引き続き一日どんなことするのかなとか撮っていけたらなって思うので、その度に楽しみにしていてくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。はい、髪を乾かし終わりました。今からマッサージをします。っていうかしてます。私の足痩せマッサージはクレマグ足痩せと調べたら出てきます。そちらを見ながらやってください。私もいつもこの動画とともにやってます。さ、この動画さ多分みんなが毎日見ながらやってくれてる人が結構多いから、もうすごいよ、再生回数263万回、みんなすごいじゃん、偉いぞ。私は去年の冬くらいから
からマジで半年以上この足痩せマッサージをサボってたわけ。なんかめんどくさくてそういうムーブが来ちゃってサボってたんですけど、最近またそのイベントも多いし、でうちらイベントってなったら制服で足出すからと思ってまた再開しました。で大体いつもこのマッサージをしながらテレビを見てて、なんかバラエティ録画したやつとか結構見るんですけど、その時間が割と好きで見ながらこうやるっていうのは、ただテレビだけを見てるとなんかしたくなっちゃうの。なんかうずうずしちゃう。編集やんなきゃとか、なんか明日の準備しなきゃとか、なんかそわそわしてきちゃうの。でもこのマッサージをしながらやることによってリラックスしてテレビが見れるっていう。だいたい片足13分ぐらいだから合わせて25分ぐらい、30分近くこれをやってます。今日は何を見ようかなって思ったら、月曜から夜更かしがいっぱい溜まってるのでこれを見ようと思います。マジで足がむくみやすいの。足がってか普通に全体的にもうマジパンパン。まあ水もたくさん飲むようにはしてるけど、やっぱ夕方になってくるとむくむし、冷房で体が冷えて足がむくんだりもするから、まあその日のむくみをその日のうちに取るっていう、そういう目的でマッサージしてます。話変わるんですけど、私この今ソファーに座ってるんですけど、このソファーをやっとクリーニングできました。ソファークリーニングをさ、半年前ぐらいにマロがここでおしっこしたからクリーニングやってもらったんだけど、またちょっと汚れが気になりだしたからクリーニングしてもらったらめっちゃスッキリした。てかやばい、今日マジ足パンパンすぎてウケる、笑える、面白い。で特にふくらはぎがマジでむくむ。基本的に私服で足をがっつり出す服って選ばないの。なんか足むくむから、冷えるし足出してる。私が使ってるボディクリームはワセリンのボディクリーム、まあ、何でもいいんですけど、これがコストコで買ったやつでめっちゃ大容量だからこれ使ってる。なんか結局継続ですよね、本当に。なんかもう半年ぐらいサボっちゃったからさ、完全なコンディションではない本当に今。でもマジでリアルに2年ぐらいは毎日やってたからめっちゃ調子良かったよ。その時は足のむくみがあんまりなかった。マッサージをその自分でやるんじゃなくて行く場合、そのマッサージ屋さんそういうところに行く場合はなんか急にやると逆にむくむ時ない？なんか急にマッサージ行ってもうゴリッゴリにほぐしてもらうとなんか逆にむくむっていうありますよね。マジでこの前それでさ、なんかイベント前だからと思ってマッサージしてもらったの。そしたら逆にむくんだ。マジでやっぱ普段から毎日やんないとな。でやっぱマッサージ行くと絶対にあの水分たくさん取ってくださいって言われるから、マジ水分大事。今日もね2リットルは飲んだね、水。マジ水飲んでこうみんな。てか最近思ったの、寝る直前にいろいろ食べた方が逆にむくまない。なぜかわかんないけど、この前ね友達泊まりに来てて、夜中本当に12時過ぎたぐらいに、なんかお腹空いたくねってなってコンビニ行って、マジ1万円企画しようみたいな感じになって、まあいろいろ買ったの。とりあえず好きなもの入れようみたいな。まあ1万円はいかなかったの、6000円とかで、お菓子とかお惣菜とかアイスとかいろいろ入れて、もうほんと味濃いさしょっぱい系ポテチとかも入れて、で家帰ってテレビ見ながらめっちゃダラ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 2時ぐらいまで食べてて、で水もめっちゃ喉乾くからそんな味濃いのばっか食べて、でこれは明日相当むくむだろうって思って寝て起きたら、あらすっきり、むくんでなかった。なぜ？なんかそういう原理あんの？で逆に明日撮影だって思って気をつけようと思い、夜ご飯をめっちゃ軽めにして、水もあんま寝る直前まで飲まないようにして寝ると逆にむくんでる。そうそうそう、メイはそういうさ、逆に寝る直前にいろいろ食べて水ガブ飲みした方がむくまないっていう体質なのかな。だとしたらめっちゃ良くない？大事な日の前日でもバクバク食っていいってことじゃん。マジで最近ねお菓子ばっか食べちゃってやばい。なんかもう夏バテからは割と脱却できた気がするの。てか思った、これ足むくんでんじゃなくて普通に太っただけじゃね？笑わせんなマジ。そんなこんなで片足終わりました。そしたらこの出番、メディキュットのこれフルレッグ、太ももの付け根ぐらいまであるやつで、これは M サイズかな。これを履く、こんな感じ、見てるか。これで終わりで、反対も今からやります。この着圧
は結構すっきりするし、あとこのマッサージやるとめっちゃベタベタするの、ボディクリームをずっとこうやって塗りたくてるから。でその状態でさ寝たくないからっていうのもあってこれを使います。はい、ということでマッサージこんな感じでした。それでは私は夜更かしを見ながら反対の足もやっていきます。さようなら。はい、ということでお風呂から上がりました。あ、虫。はい、ということでお風呂から上がったので私は今から青汁の方を飲んでいきたいと思います。あー、なんかすっごく眠たい、本当に眠たい。もう今布団に入ったら秒で寝れるくらい結構眠い、うとうとしてますわ。コースは私あんまり好きじゃないんですけど、なんか味がね、青汁は好きです。マジなんか緑茶みたいでうまい。乾杯。これ食べます。いただきます。味がわからない。これは何だ、バジルだけなのかな。これなんか他にも入ってんのかな。味が、これ食べたことある人いますか。濃いですかこれ味、教えてください。私にブロッコリー楽しい、タコも楽しい、枝豆ってうまくね。お父さんが茹でる枝豆がめっちゃ美味しくて、実家帰るといつも枝豆食べたいって言って出してもらうんですけど、これがめちゃめちゃ美味しいわけ。明日の朝はおにぎりでも食べようかな。なんか難しい。1ヶ月水とコーヒー以外禁止生活してたじゃないですか、アイスコーヒー以外。それやってから全くね、お茶を飲みたいって思わなくなったの。めっちゃ好きだったのね、麦茶とか緑茶とか。もちろん今も好きなんですけど、でも前みたいに飲みたいって思わなくなって、ジュースもそれで言ったらもうなんか水かアイスコーヒー。すごくない、あんなにお茶ばっか飲んでた私の。もう背景は水。あとあれも食べ、これ好きのニンニク醤油。これ食べたことある、みんな。超うまくない、大好き。これの味噌もあるじゃないですか、私は醤油派。ニンニクめっちゃ好き。焼肉とか行ってもニンニクマシマシで入れて食べたり、あとラーメンとかもトッピングでニンニク入れたりする。でもさ、半身浴したじゃん。こんなさ食ったらさむくむよね。今洗濯機を回しててそれを干したら出れます。夜の分のサプリメントを飲みます。うわー、決して美味しいとは言えない。これで私は風邪をひかない、完璧です。ってことで今から歯を磨いて洗濯物を干して寝室の方に行きたいと思います。はい、ということでやることを全部終わらせてベッドに来ました。今思い出したんですけど、ぼる塾さんの単独ライブっていうかコーナーライブのオンラインチケットを買ってて、配信チケット、それを見ようと思ってたのをすっかり忘れていて、今思い出したんでそれを見ながら眠りにつきたいと思います。やっとさ明日さまつげいけんの、まつぱ見えないだろ。でも実はまつげがバラついている、特に下まつげ。上下ともまつげパーマしてて、結構根元から立ち上げる感じで長さが見えるようなデザインでいつもやってもらってるんですけど、なんかその毛周期とかによってさ、持つ時は本当に3週間ぐらい、3、4週間ぐらいは全然何にも気にならないぐらい綺麗に持つんだけど、タイミングによっては1週間でめっちゃバラつきが気になってきたりとかするから、まつげパーマだけは大事な日の前日とかにやりたい、それがベスト。でまつげパーマはここでワンポイント、朝一に行くべし、それか夜風呂に入ってから行くべし。なるべくまつげパーマを当ててから濡らすまでの時間を空けたい。直後に水で濡らしちゃうとまだパーマが定着しきってないから落ちやすくなっちゃう。なんで私はだいたい朝一に行きます。あともう一つ朝一に行く理由があって、朝一眠いけどまつげパーマ中に寝れるからっていう理由。なんか夜とかだと、まあ、やりたいこと多すぎてちょっと時間もったいないなって感じちゃうけど、朝だったらさ普段は寝てる時間じゃん、だからまあ寝に行ってるみたいな。
一旦起きて寝に行ってるみたいな。で起きたら終わってるって感じで、その日一日有意義に使えるじゃんっていう。だから大体ね、開店の時間で一番早い時間で予約してまつげパーマに行くことが多いです。あと眉毛はですね、私は眉毛アートをしているので、特にお手入れ等はまあしてるって言えば、まあ形整えて脱色するぐらいで、サロンとかには全然行ってないんですけど、眉毛の。でもめっちゃ綺麗でしょ。まあ今前髪がちゃんとあるから別に見えないんですけど、一応この脱色した状態で上から眉マスカラを塗るみたいなのがいつもの眉毛メイク。ネイルとかもね、月1よりは短いの、3週間ぐらいで買えるんですけど、まだ今これシンプルなフレンチネイルです。でもね、今はちょっとシンプルめだけど、パーツつけた感じにしようかなって迷ってる。私が割と好きなのは、薬指にだけなんかハートをつけたり、蝶々をつけたり、デザインをつけたりするっていうのが好きです。ということで、私はもう眠い、まだ11時だけど、なんで寝たいと思います。寝落ち、この時間が一番好きなの。なんか携帯をいじりながらもうやることも終わってて、いつ寝落ちしても OK っていう状態でベッドにいる時が一番好き。ということで、今からその時間を堪能したいと思います。なので君たちとはこれまでだ、おさらば。いかがでしたか、私の美容についてとか、いつもやってることいろいろ紹介しました。なんか気になることとかありましたら、コメント欄または DM で、なんか鼻くそついてる、 DM とか送っていただいたら答えれる範囲で答えたいと思いますので、ぜひ送ってください。それではここで私はドロン、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみ。はい、ということでベッドに来ました。寝室です。歯も磨いて、洗濯も干して、完璧。本日はですね、私たちの密着なんですけれども、まあ私の場合ですとエリンギ三姉妹ツアー、それもまあまだ控えてるということで、食事調整をしつつ、まあ私の場合は夏バテも今あるので、まずその食べれるものを食べるようにしてます。冷たいものでも、そのアイスとかじゃなくて、さっき食べたなんかブロッコリーの野菜を取ったりとか、あとまあ おにぎりを食べたりとか、そういうことをしています。食べれるものを食べてます。で、汗をかくというのも大事なので、最近は毎日のように半身浴をしています。あの発汗作用のやつを入れるのマジでおすすめです。と、あとはまあ私はその体弱いので、ちょっと今はそうサプリメントとか、そういうまあ酵素だったり青汁だったりビタミンだったり、そういうサプリメントに頼ってます。やっぱり補えないものも あるので、まあそういうところサプリメントで補っていこうかなみたいな感じですね。あとは、まあ、木型が本当にだから、もうだんだんひどくなってきてる、やばい、横から見た時びっくりするから、その木型の改善のやつは毎日絶対にパックしながらとかどっかでやってる。あとはなるべく階段を使うとか、もう7階8階とかなったらさすがにエレベーター使わせてもらうんですけど、4階とかそれくらいまでだったら階段なるべく使おうという感じです。運動しないといけないので、運動も大事にやっていきましょう皆さん。はい、そんな感じです。明日の朝ごはんはちなみに、まあ梨買ってきたから梨食べたいのと、あとおにぎり、おにぎりがすごく食べたい、それにしようかなって思います。あと納豆、今日食べれてないから納豆を明日絶対に取る。はい、ということで以上、私たちの一日こんな感じでした。皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったですか。まあコンタクトつけてないから見えない。見てこれ、ディズニーで買ったやつ、こんな感じで挟まれて寝てます。ということで以上です。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ、いい夢見るよ。また次回の動画でね。バイバーイ。私の今日の夜ご飯は、ラーメンと、あとはイカと梅しばとポテトチップスと、あとは春雨を食べます。食べ過ぎですか？食べ過ぎですよね。気をつけていきたいと思います。